北上市は北上平野のほぼ中央に位置し、北上川と和賀川が合流する肥沃な土地に田園地帯が広がり、西に奥羽、東に北上山系の美しい山々が連なる豊かな自然に恵まれています。岩手県の中央部に位置し、国道や高速道路、鉄道がクロスする北東北の十字路を形成する交通の要衝です。昭和初期、農家の長男が後を継ぎ、その他は家を出る時代、次男や三男が働く場所を作るため始められた積極的な工業都市化により、これまでに240社を超える企業を誘致、農業産出額、製造品等出荷額とも県下有数の集積を持つ活気ある都市として注目を集めています。1991年4月、旧北上市和賀町江津彦村が合併し誕生した現在の北上市は、当時人口8万2900人余りを要する県下第2の都市となりました。古くから一つの生活圏にあり、地域の課題に協力して取り組むこと、地理的条件を生かしさらに都市を発展させることなどを目指し、1986年に合併論議が本格化しました。どちらかがどちらかを吸収するのではなく、新しい町を新設する対等の合併を選択、住民の盛り上がりによる自主的な合併を心がけ、説明会や広報活動が積極的に行われました。合併後は地域格差のない発展のため、新市の建設事業費を旧和賀町、旧江津彦村に重点的に投資、行政水準は合併前に行っていた中で水準の高い市町村に、住民の負担は軽い市町村に合わせることを原則としました。北上市ではこの30年、スポーツの分野でも飛躍、全国規模の大会やイベントも開催されました。1993年には下東高原スキー場が開業、毎年のように本州最速で全コースをオープン、ゴールデンウィーク終了後も営業を続けられる年もあるほど降雪に恵まれる場所です。1998年には北上総合運動公園を整備し、1999年岩手インターハイの主会場に、2001年には県内初、日本陸上競技連盟公認のフルマラソンとなる第1回北上マラソンが開催されます。東日本大震災で日本中が暗い雰囲気に包まれていた2011年10月には、北上市出身の八重樫東選手がWBA 世界ミニマム級王座に、2016年には希望郷岩手国体岩手大会の主会場となり、北東北のスポーツの拠点都市としてのイメージが浸透しました。そして現在、地方の中小都市の中では珍しく、人口を維持し産業活動も活発なことで注目される、特色のある町となりました。北上市の成り立ちを見ると、多くの企業を呼んで、そして経済を元気にしたいという住民の皆さん方の強い思いがあった、集大成としてのこの30年があったのではないかな、それを土台にして北上市を新しく生まれ変わらせていくと、旧自治体が集まってできたと、これまで意識の違いのようなものをですね、なくそうという努力をしてきたんだろうというふうに思っています。これからは一つになって北上市をですね、新しく育てていくと意識になってもらえればありがたいなというふうに思っています。2021年、天正地開園100周年、第60回北上みちのく芸能祭り、市制施行30周年と3つの周年が重なった北上市にとって記念すべき1年になりました。
市民の皆さん、県民の皆さんに感謝の気持ちをお伝えします。そしてこれから先も天正地北上みちのく芸能まつり北上市をどうぞよろしくお願いいたします。元気な歌声届けます。鬼券売は夢、生産現場から食卓を盛り上げたい、全力で笑顔で楽しむ、天正地は桜だけではないよ、ツツジ、アジサイ、菜の花、SL もあるよ、待ってます。食に楽しさを、暮らしに彩りを、感動の一瞬を共有したい、岩手北上に従業員満足度日本一の会社を作るぞ、ふるさと北上は魅力がいっぱい、デジタル技術で街を豊かに、高校生から見た北上市の今をお届けします。わげもの、ふけもの、よそもの、みんな安心して暮らし続ける元気、岩崎北上市のいいやんべな今、あなたにお届けします。楽しく生きる、おおらかな北上リボーン。北上市はトリプルアニバーサリーで新しく生まれ変わります。ハヒフヘホで笑顔あふれる街北上、私たちは心豊かな住みよい暮らしに貢献してまいります。いろんなことにチャレンジしたい方を応援します。ママの笑顔が広がる北上市、工業都市北上を建設で支えたい、鬼券売を伝えていく、鬼券売はつないでいくもの、いつも一緒にこれからも、年をとっても病気をしても安心して暮らせる街をみんなで作っていきましょう。北上をスポーツで盛り上げたいです。